ハリー・グリンデルマ・シューズは英国、イングランドの発明家である。1920年代に殺人光線を発明したと主張した。1880年3月17日にハリー・グリンデルマ・シューズはグロスタシャー・ウィンターボーンに生まれた。彼はブリストルのマーチャントベンチャーズスクールで勉強し、電子技師になった。第二次防ア戦争の間、彼は 南アフリカ警察隊に勤務し、そして2回、負傷した。1911年に、マッシューズは、エアローフォーン装置、無線電話を発明したと言い,い、そしてメッセージを地上局と2マイル離れた、航空機との間で更新した。彼の実験は、政府の注意を引き、そして1912年7月4日に彼は、バッキンガム宮殿を訪れた。しかしながら、英国海軍が、 エアローフォーンの実演を依頼したとき、マッシューズは専門家がその場に立ち会わないことを要求した。実演が始まる前に観測者のうち4人が装置の一部を分解し、ノートを取ったとき、マッシューズは実演を取り消し、観測者らを追い払った。新聞書紙は大急ぎで、マッシューズを弁護した。陸軍省は不正工作を否定し、そして実演は失敗であると主張した。 政府は後に事件は単なる誤解であったと述べた。1914年に第一次世界大戦の勃発の後、英国政府は、チェッペリン飛行船あるいは遠隔操作の無人の乗り物に対する兵器を作った者のへの2万5000ポンドの賞金を発表した。マシューズは自分はセレンコーデンセルを使用した遠隔操作システムを創作したと主張した。彼は、 リッチモンド公園のペンポンドで海軍の代表者に対して遠隔操作のボートでそれを実演して成功した。彼は2万5千ポンドを受け取ったが、しかし海軍はその発明を決して使用しなかった次に、マシューズは1921年に公の場に現れ、そして世界最初のトーキー映画を発明したと主張したが、それは1921年10月16日に、 記録さされたたアーーネストトシャクルトンンのののの最後の探検の直前のさよならインタビューであった映画は商業的に成功しなかった。他の陶器映画のプロセスはマシューズの前に発達していたが、そのプロセスの中には、ウィリアム・ケール・ディクソン、フォト・キネマ、そして、ホノフィルムによるものも含まれる。しかしながら、マシューズは、自分のプロセスは、最初のサウンドマイナスオン。 フィルムプロセスであると主張した。たとえマシューズのプロセスが実際に動いたとしても、実はそれは最初ではなかった。フラットホルム等で夜間実演を見せると称している1925年の写真1923年にマシューズは自分はマグネットを故障させるであろう電気光線を発明したと主張した。選ばれた数人のジャーナリストへの実演において彼は 遠くからオートバイのエンジンを止めた。彼はまた十分な力があれば4マイルの距離から航空機を撃墜し火薬を爆発させ船を止め不評を無能力にすることができると主張した。新聞書紙は彼の発明のセンセーショナルな記事を掲載することによって歌詞を作りやりがたく思わせた。陸軍省は1924年2月にマシューズにコンタクトを取って 光線の実演を要求した。マシューズは彼らに答えず、ジャーナリストに話しかけ、一人のスターの記者に対して遠くから火薬に転化することによって光線を実演した。彼はそれでもなお、どのように光線が実際に働くのかを言うのを拒み、ただそれは働くと主張しただけである。英国政府がまだ彼のアイデアを急いで買うことを拒んだ時、彼は、 自分はフランスから申し出が来ていると告知した。空軍は用心深かったが、これは一つには発明家気取りの人間らの以前の嫌な経験のためであった。マシューズは4月26日に武装部隊に対して光線を実演するために再びロンドンに招待された。マシューズの研究所で彼らは彼の光線が電球のスイッチを入れモーターを動かなくするのを見た。 彼は公務員らを納得させられなかったし、彼らはごまかしあるいは信用詐欺を疑った。英国海軍がさらなる実演を要求した時、マシューズはそれをすることを拒んだ。1924年5月27日にロンドンの高等法院はマシューズの投資からに彼が死の公選の権利を売ることを禁じるという差し止め命令を出した。新たな取引を交渉するために、 マシューズの研究所に到着したとき、マシューズはすでにパリに飛んでいた。マシューズの講演者らも姿を現し、それから黒井ドン空港に急いだが、しかし遅すぎた。公衆の激怒は陸軍省に対して死の抗戦を実演したかった様々な他の発明家気取りの人間らの関心を引きつけた。彼らのうち誰にも説得力はなかった。5月28日に、 第10代ストラボルジ男爵、ジョセフ・ケンワーシーは、庶民委員で、政府は、マシューズが公戦を外国勢力に売ることを止めて何を意図しているのか質問した。空軍担当の次官は、マシューズは、彼らが公戦を満足するまで調査させておこうとしなかったと答えた。政府代表者も、ある高官は、公戦の前に立ち、生き延びていると述べた。新聞書紙は、 マシューズを応援し続けた。政府はマシューズが航空省を満足させる条件下でガソリンのオートバイのエンジンを止めることを依頼した。彼は1000ポンドとさらなる考慮を受け取った。フランスからマシューズは自分は喜んでそういう証拠を示さないこと、自分はすでに選ぶべき8つの入札があると答えた。彼はまた 自分は実験のために左目を失明したと主張した。彼のフランスの講演者、ウジーヌ・ロワイへとの関わりは、英国における、さらなる疑惑をかきたてた。サー・サミュエル・イン・ストーンとその兄弟セオドアは、もし彼が交戦を、英国内に留め、それが実際に働くことを実演するならば、巨額の報給を与えようと申し出た。マシューズは、再び断った彼は、 自分が主張したように光線が働くということを証明したくなかった。マシューズは1924年6月1日にロンドンに戻り、そしてサンデーエクスプレスのインタビューを受けた。彼は自分はロワイエと取引があると主張した。報道は再び彼に味方した。マシューズが喜んでしようとした唯一の実演はパテエがザベスレイに自分のアイデアを 自分なりに満足するまで宣伝させることであった。映画の中の装置は政府交換が見たものとは似ていなかった。1924年7月にマッシューズは発明を市場に売り出すためにアメリカへ立った。彼はマディソンスクエアガーデンでラジオワールドフェアで交戦を実演するのに2万5000ドルを出そうと申し出を受けたとき、彼は再び断り、そして根拠なしに 自分はイングランド以外でそれを実演することを許されていないと主張した。アメリカの科学者らは強く印象付けられなかった。ウッズというある教授は自分の不信をはっきりと表示するために死の光線装置の前に立とうと申し出た。お構いなしにマッシューズはイギリスに戻った時アメリカが自分の光線を買ったと主張したが、しかし誰がそれを買ったのか。 またいくらでなのか、いうことを拒んだ。マッシューズはアメリカに移り、ワーナーブラザースのために働き始めた。1925年に彼は、彼のいわゆるルミナフォーンを発明した。1930年12月24日に、マッシューズは、新しい創作物を持って、イングランドに帰ってきた雲に絵を投影する、スカイプロジェクター。彼は、ハムステッドで、天使。 ハッピークリスマスというメッセージ、そして正確な時計の文字盤とされるものを投影することによってそれを実演した。彼はニューヨークで再びそれを実演した。この発明も成功しなかったし、そして1931年までに彼は破産に直面した。彼は高価なホテルで暮らすことに投資からの金銭の大部分を使っていた。 1934年にマシューズは新たな投資家仲間を得て、そしてサウスウェールズ、カーマーゼンシャー、ベトウス、トークラットに移転した。彼は要塞化された研究所と自身の飛行場を建てた。彼は1935年に自分は航空機来に取り組むと、そして1937年に自分は潜水艦を探知するシステムを発明したと主張した。 1938年に彼は、ポーランド系アメリカ人のオペラ歌手、長考師、そしてフェミニストガナワルスカと結婚したが、その以前のトラは合わせて1億2500万ドルの財産を所有していた。後に彼は、ストラトプレインのアイデアを宣伝し、そして英国惑星環境界に加わった。彼の評判は彼に先行し、そして英国政府は、もはや彼のアイデアに、 関心はなかった。ハリー・グリンデル・マシューズは歌手ガナワルスカの5人目の夫であった。二人は1938年に結婚した。彼は1941年10月11日に心臓発作で死亡した。ありがとうございます。